どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月30日金曜日のライオンズとのエキシビジョンマッチ終了後なんですけれども、タイガースは今日の試合、ライオンズ相手に3対2で勝利ということで、これで非公式試合3勝1敗という形になりました。で、今回の動画では今日の投打のポイントのまとめということで、まあ、先発の小川投手素晴らしいアピールがありました。ただ9回抑えはしましたけれども、やっぱり岩貞投手不安が残る投球内容でした。で、攻撃に関しては今日も打ちました佐藤選手。これで4戦4発ということでね、まあ、素晴らしい成長速度なんですが、今日の試合について深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まず今日の試合ですね、3対2で勝利ということで、まあ、競り勝つ展開というのもね、しっかりとやっていきながら、勝ち癖つけてしっかり若手のね、選手のアピールもあるということで、まあ、非常にいいね、ここまでは非公式試合になってるんじゃないかなと思います。で、まずは今日投手陣ですけれども、先発の小川投手ですね。で、まず小川投手の今日の成績ですが、5回を投げて、球数が68球、被安打3本で、奪った三振が2つ、与えたフォアボールが2つで無失点ということで、まあ、5回68球無失点、まあ、素晴らしい投球でしたね。で、小川投手のコメントですけれども、今シーズン初めての一軍マウンドだったので、絶対にアピールしたいと思っていた。自分のできることをしっかり出せて、0点で抑えることができてよかった。今後も与えられた場面で、しっかりとチームに貢献できるように頑張りたいっていう風にね、まあ、試合終了後というか、登板後コメントを出しているわけなんですけれども、まあ、今日の先発、本来は西投手なのかなっていうね、個人的には思っていたんですが、まあ、2軍で先発調整続いていた小川投手でしたね。で、そういった中でしっかり結果を出しましたね。で、今シーズンの小川投手なんですが、一度ね、一軍に上がってきてはいたんですけれども、その時登板はなかったので、まあ、少し残念だったんですが、今回のアピール非常に大きいですね。まあ、ここまでの非公式試合、二保投手であったり、エドワーズ投手、そして今回の小川投手ね、まあ、先発も中継ぎも両方できるピッチャーがしっかりとね、アピールできてるっていうのは、まあ、今後のチームにとっても大きいと思います。やっぱりこう、いろんなね、起用法というのを考えることができるので、首脳陣としても本当に助かるピッチャーたちなんですよね。で、個人的に小川投手は同い年っていうところもあって、まあ、ぜひとも活躍してほしいなと思ってます。まあ、一軍ならまずは中継ぎかなという感じもするんですけれども、まあ、次の登板先発か中継ぎか分かりませんが、まあ、次の登板でもしっかりとアピールしてほしいなと思います。で、そこからリレーに入っていくわけなんですけれども、その小川投手の後を継いだ石井大地投手ですね。この石井投手が中村選手、山川選手に2者連続ホームランを浴びるということで、まあ、一時同点になってしまいました。で、中村選手の打球っていうのはね、本当に弾丸ライナーだったんですが、その後の山川選手にも失投が2球続けていってしまったんですね。で、その2球目をホームラン食らったっていう風な感じで、まあ、一軍ではね、ここまで石井投手はビハインドでの登板というのが多いんですが、こういうところで結果を出していければ序列がね、また上がるチャンスだったんですけれども、まあ、この投球内容ならもしかしたらね、じゃあ小川を代わりに中継ぎで入れてみようかっていう風になるかもしれないので、まあ、右投手かなり多いんですよね。まあ、なのでまだまだアピールチャンスは続くと思いますけれども、まあ、次回登板でね、しっかりと取り返してほしいなと思います。で、やはりですね、投手陣でいうと9回投げた岩貞投手、この岩貞投手がなかなかピリッとしませんでしたね。まあ、今日ね、久しぶりに一軍に帰ってきての復帰登板というところだったんですが、ゼロで抑えたものの逆転されていても全くおかしくなかったですね。まあ、9回に関してはヒットフォアボールでノーアウト満塁になって、で、森選手を迎えて初球ね、バーンと捉えられたんですけれども、セカンドを守っていた木浪選手が飛びついてホームでフォースプレーアウトで、ランナーがね、相手のランナーがちょっともたつく間にホームで2つ目のアウトということで、まあ、これがなければ最終回で試合が壊れていてもおかしくなかったと。まあ、二遊間がね、しっかりと守備で踏ん張ったと。木浪選手のダイビングキャッチからの送球というのは本当に素晴らしかったです。ただこの岩貞投手、この内容だとよし、じゃあもうすぐ一軍だという風な感じにはならないですよね。で、ちょうどね、岩貞投手が投げて、明日が及川投手が先発予定なんですよね。で、及川投手を先発で使うためには岩貞投手の完全復活っていうところが、まあ、一つ条件付きになると矢野監督もコメントを出してますんで、まだ今日の登板見てるとスライダーのキレがね、まあ、ちょっと完全には戻ってないかなっていう感じなので、まあ、先ほどの石井投手と同じくね、まだチャンスはあると思いますから、なんとか次の登板でビシッと抑えてね、首脳陣に一軍いけるなという風に思わせてほしいですね。で、続いて打者陣ですけれども、今日は10安打3得点ということで、まあ、効果的なところで一発も出ました。で、まず今日の試合のスタメンですけれども、1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライトで佐藤選手、4番サード大山選手、5番ファーストサンズ選手、6番 DH 糸井選手、7番ショート中野選手、8番レフト島田選手、9番キャッチャー長坂選手というスタメンだったんですが、本来今日は坂本選手がね、スタメンマスクの予定だったんですけれども、試合前に急遽長坂選手に変更になりました。ただ坂本選手に関してはベンチでね、声を出していたので、もしかしたら軽くね、どこか痛めで大事を取ったということかもしれません。ただその長坂選手がね、長打を打ってバッティングでもアピールしました。で、昨日坂本選手もね、バッティングでアピールしてますんで、まあ、こういった控え捕手のね、争いというのも今後熱くなってくれば非常に面白いんじゃないかなと思います。で、今日の得点ですけれども、まずは先制は糸原選手のタイムリーヒットですね。まあ、長坂選手が長打を打って、で、近本選手が進めて糸原選手のタイムリーヒットと、まあ、糸原選手もね、昨日休んでの今日の試合というところだったんで、まあ、しっかり疲労も考慮しながらというところなんですが、今日は3打数2安打ということで結果を出しました。
ました。でね、今日は下位打線ですけれども、まあ、中野選手ヒット打ってますが、まあ、こういった起用というのを見ると、やっぱり後半戦もね、近本選手、糸原選手の1、2番を組んでいくのかなという感じですね。まあ、中野選手がね、2番というところは、まあ、非常にこう足を使っていくっていうところでも良さがあるんですが、やっぱりこう首脳陣とすれば、作戦面でのね、糸原選手が2番にいることによっての安心感というところが、まあ、一つ重宝されてるのかなということでね、まあ、後半戦もこういったところでの渋い活躍期待したいなと思います。で、2点目はですね、まあ、ちょっと驚きな形というか、ベースカバーがいないのに相手ピッチャーが牽制してラッキーな形での得点という形になりました。まあ、いつぞやのね、マクガフ投手の無人の牽制を思い出しますけれども、まあ、これの起点になったのは糸井選手なんですよね。で、今日の糸井選手に関してはスタメン DH というところで出まして3打数2安打ということで、やっぱりスタメンになるとしっかりとね、こうやって複数安打とか、まあ、バッティングで結果を出してくれるわけですね。まあ、ノースリーから思い切り引っ張っていってのヒットというところもありましたし、まあ、本当はね、こうやってスタメンで使い続けたい選手なんですけどね、まあ、なかなか今のタイガースの外野陣の現状ということを考えると、そうそう使うことはできないと。ただやっぱりね、こう一振りにかける代打起用というのが続く中で、左の代打がちょっと薄いところなんでね、まあ今日島田選手ね、スタメンで出て、またヒット打ってますけれども、まあこういった若い選手たちとの争いになるかもしれませんよね。ただそういった中でしっかりとスタメンで使われるとね、結果を出してくるっていうのはさすがだと思いますし、で、糸井選手っていうのは夏場にね、こう強い選手なんで、まあそういったところで言うと若い選手がバテてきた時に、じゃあ糸井行こうかっていうところでパンとね、結果を出してくれれば、それまたこうベテランの一つ渋い活躍になるんじゃないかなということで、まあ後半戦に関しても、そしてこの非公式試合のアピールでもね、しっかり一振りに期待したいなと思います。そして勝負を決めた3点目というのは、またもや佐藤輝明選手のホームランでしたね。これで非公式試合4戦4発ということで、佐藤選手が止まりません。で、この4本の内訳っていうのを考えると、1本目がレフトポール際、2本目が左中間、3本目が右中間で、今日この4本目というのは、思いっきり引っ張ってのライトスタンドということで、まあ、甘く入ってきたインコースのボールなんですけれども、その失投を見逃すことなく完璧にも振り切りましたね。まあ、ものの見事に打ち分けていると。で、昨日のね、試合終了後、この佐藤選手に対して矢野監督がコメントを出していたんですが、まあその仕留められるというね、普通の選手やったらヒットというところが本塁打にできるのはテルの良さだし、そう言って出ているのはプラスの部分、あとはプラスアルファをより高めていくというところにレベルとしては来ていると思うというコメントを出していて、まあ今の佐藤選手に関してはやっぱり甘い球はね逃さないという風な状態になってますね。で、あとはこのプラスアルファというところ、昨日のようにチャンスでね犠牲打というか、まあ打点を上げるようなバッティング、内野ゴロを打ったり犠牲フライ打ったり、まあこういうところが随時ねできてくるようになれば、本当に手のつけられない選手になるんじゃないかなと思います。で、今日のホームランもね、打ち終わりもしっかり後ろに残って、めちゃめちゃ綺麗なホームランだったんですよね。で、佐藤選手はずっとね、ここまで非公式試合、試合に出ずっぱりなんですけれども、まあ、この佐藤選手とか若い選手は基本的には出続けての調整という感じだと思いますけれども、まあ、それがいい方向に進んでますよね。で、今日は1打席目にフォアボールも選んでるので、まあ、今日はヒットはこのホームランの1本っていうところなんですけれども、フォアボールが絡めば、こうやって3打数1安打で打率もね、上がってくるわけですから、今後はこういったところも注目して見ていきたいですね。まあ、打率を上げていくっていうのもチームにとっても佐藤選手にとっても大事なね要素になってくると思いますから、こういうフォアボールが絡んで複数安打が出るとするとバンとね打率も上がったりしますから、こういうところも見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日の試合に関してはね、若い選手のアピールもあって、まあ、接戦を制したというところなんですが、まあ、今日の試合前にちょっとしたね1軍2軍の入れ替えっていうのがありましたね。まあ、2軍に一旦落ちるっていう形になったのは、まあ、石井正樹投手であったりだとか、あとは斉藤投手もどうなのかなと思われていたんですけれども、まあ、ちょっとこの辺は2軍と1軍を行き来しながらっていう風な感じですかね、今現状ね。で、このタイミングで1軍に上がってきたのが今日投げましたけれども、岩貞投手であったり、あとは右投手でいうと尾中投手、小野投手、浜地投手、この4人が上がってきました。まあ、ピッチャーの入れ替えっていうのはこの3連戦でやっていくよっていう風に矢野監督も言ってましたんで、まあ、こういったピッチャーたちが上がってくるかなと思っていたんですけれども、まあ、実際に上がってきました。まあ、今日は岩貞投手の登板でしたけれども、まあ、ここ最近の右ピッチャーの中継ぎっていうのを考えていくと、今日も石井投手打たれましたし、まあ、前回は斉藤投手も打たれたりしましたんで、まあ、こういう小野投手、浜地投手、尾中投手ね、まあ、2軍である程度結果を出してきた右ピッチャーがどういうアピールしていくのかっていうのも大事ですよね。まあ、岩貞投手が踏ん張ってくれるとね、左というのもまた分厚くなるんですが、右ピッチャーは逆に枚数がいるからこそ高いレベルが求められますよね。まあ、そういったところの中でね、中継ぎの入れ替えっていうのは今後も激しくなってくると思いますし、まあ、さらにこのライオンズ戦という形を折り返せば野手の入れ替えっていうのも今後あると思います。まあ、2軍ね、今日先ほど1本目で動画を出したんですが、井上選手が宮城投手からもねタイムリーヒットを打ちまして、10試合連続安打になりました。なので非公式試合というところも注目されるんですけれども、この阪神情報局ではしっかりね、まあ、2軍で活躍してる選手なので非公式試合に上がってきたりとか、まあ、今後1軍に来るんじゃないかっていう選手もね、しっかりとフォーカスしてご紹介していこうかなと思っておりますんで、まあ、そういった選手たちの活躍っていうのを見ていきたいですね。まあ、9回ちょっと岩貞投手心配になりましたけれども、次回以降の登板でね、しっかりと取り戻してほしいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者1万1900人突破、いつもありがとう
とうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者1万2000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。これでタイガース非公式試合は3勝1敗となりました。そして明日はオリンピック第2戦メキシコ戦です。タイガース勢が出てくるのか、メキシコにはナバーロ選手もいるんでね、そういうところも注目して見ていきましょう。ではまた。